軽く化粧程度に、ね、黒胡椒まぶしたら今回ですね、冬ももう終わりに近づいてはいるんですけども、ここで最後の白菜レシピ。白菜って皆さんどういう風に使われます？大体漬物とか鍋物が多くないですか？なんですけど、私はもうこれを提唱していきたい。白菜は炒めが最高に美味しい。でも普通に炒めると白菜ってめちゃくちゃ水が出てびしゃびしゃで美味しくないなっていう方多いんですけども、今回はこれを覚えればですね、安い白菜がですね 120% 楽しめるっていう最高レシピなんで、これをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきたいと思います。まず白菜ですね。白菜は、8分の1個、だいたい 300g、 できれば 300g 測っていただいた方がいいと思います。はい、生姜ですね、5g、 あと豚バラの脂っていうのは白菜を最高に美味しくします。なんでですね、豚バラを今回使って最高に美味しい肉白菜炒め、これを作っていきたいと思います。本当に美味しい白菜炒めを作る何が必要かっていうと、やっぱ本当に美味しいお酒を飲まないといけないですね。今回はソーダじゃなくて水割りがいいな。ということで本当に美味しいお酒を飲んでいきたい。乾杯。うまっ。やっていきたいと思います。じゃあやっていきたいと思います。まず生姜ですね、こいつはね千切りにしていきます。まずスライスしていきます。こうやってでスライスしたやつを、またですね寝かせて、こうやっていくことによって、こうやって切っていくことによって、こういうね感じに千切りにしていきます。そして白菜なんですけども、ここで芯の部分はね、切り落としちゃいます。今回は葉の部分と芯の部分で分けたいんですよ。本当に美味しい白菜炒めなんで、葉の部分と芯の部分っていうのは大体ね、ここね、この辺りなんですよ。この辺りで、葉の部分っていうのはすぐ火が通るんですけども、芯の部分っていうのはだから3分の1ぐらいの葉の部分ね、全体の3分の1分、この部分、まず切っちゃいます。で、このあの芯の部分、こいつをこれから切っていきます。2つに分けて、僕いつもやってるんですけども、こういう感じでねちょっと叩くんですよ。そうしたらこんな感じで削ぎ切っていくんですね。はい、でこの太い部分、そうすると何がいいかっていうとですね、こうやってスライスすることによって、この白菜の断面がですね、すごく表面積が、出てですね、火が通りやすくなるっていう寸法なんですね、これね。はい、この切り方をした白菜がめちゃくちゃ美味しいので、ぜひねこういう切り方をしてください。皆さん、それがいい感じで切れました。はい、そうしましたらですね、芯の部分はボウルに入れます。耐熱のボウルですよ。ここからレンジにかけていきますんでね。はい、芯の部分っていうのは非常に中まで火が通るの遅いんですよ。葉っぱと一緒に、やろうとすると、芯まで火を通そうとすると葉っぱはしなしなで食感がなくなってしまうっていうところに陥るんで、最初に硬い芯の部分だけ電子レンジで調理するっていうやり方をしたいんですね。で、あと芯の部分はこうやってもう本当にざく切りしてくれれば、でこいつは後で使います。あの葉の部分ね、葉の部分、芯の部分、葉の部分で、次に肉を切ります。豚バラ結構切れてるもんなんですけども、ちょっとね長いですねこれね、なんで4センチ幅ぐらいに切った方がいいかなっていうふうに思います。はい、広げて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 、ここで真っ二つ。はい、はい、これで OK で、ここに塩コショウを振っておこうかな。ここに大体味塩コショウ振りますので、パラパラパラと振っておきます。はい、で芯の部分なんですが、ここにですねラード、なければサラダ油でもいいんですけど、ラードの方が美味しいです。でこれを大さじ1杯ぐらい、だいたいこれぐらいですかね、入れてラップします。ラップしてね1分30秒チン、することによって、これね電子レンジって野菜の内部から火が通っていくんで、芯がねシャキシャキすぎるとあんまり美味しくなくなっちゃうんで、適度に火を通していく。1分30秒で大丈夫ですか？はい、じゃあ1分30秒加熱したらこんな感じになります。で、ここにですね調味料を絡めていきます。お塩、小さじ半分ぐらい、
半分ちょっと少なめからやった方がいいかな。でここに味の素ですね。1、2、3、4、5、6、片栗粉小さじ1よりちょっと少ない、あの小さじ1弱ぐらい。これ絡ませていくことによって白菜から余分な水分が出ない。でこれで油と片栗粉をコーティングしていく。こうすることによって余計な水分が出なくてですね、非常にシャキッとしたまるで中華屋さんで出てくるような白菜になります。この下処理が重要です。これがうまい。豚バラを入れていきます。で豚バラも今回は白菜の方に油が絡まってるんですね。なんで今回豚バラを使ってますので、これね豚ロースとかでもできるんですよ。豚ロースとか使う場合は油引いてくださいね。豚バラは豚バラ自体がかなり油を持ってるんで、引いたとしてもほんと少量の油で、今回はねなんと引かないでやってみたいと思います。はい、はい、大丈夫、このまま炒めちゃって大丈夫で、バラ肉を入れる時のコツっていうのはできるだけこの肉剥がしてね入れてあげると、あの全体的に火が通ります。生姜と、旨味調味料はちょっと旨味を足すために、僕の味を出すためにすごい必要なんですけども、そこにだけはあのそこにだけ頼ることはしません、はい、カリカリに炒めなくていいんですよ、はい、ちょっと焦げ目がついてきたぐらいです。でここで生姜入れます。さっき生姜入れて軽く炒めるとすぐ香りが出てきますね。香りが出てきますね。香りが、すぐ出てくるんで、こうしたらさっきの白菜の芯で、ここで白菜の芯入れたらすぐ白菜の葉どうすれば出来上がりかなと思ったら、白菜の葉がちょっとしなっとなってきたなっていうぐらい、火加減は強火でいいです。見てください、白菜自体の水分って 95% ぐらいがね水分で構築されてるんですよ。でも水出てないんですよね。これなんでかっていうと、最初に片栗粉と油でコーティングしてあるからです、はい、これめっちゃうまいです。でここでブラックペッパー効かしてください。はい、はい、これぐらい、うん、思ってるね2倍ぐらい、はい、あ、これ最高、これ最高、これ最高なんですよ。葉がしんなりしてきました。もうこれはいきます。こんなに艶やかな白菜炒めになる。これがね、めちゃくちゃうまい。完璧。で、ちょっと整えていただいて、軽く化粧程度に、ね、黒胡椒まぶしたら、これがですね、本当に美味しい白菜完成です。それでは食べていただきます。じゃあ、こいついただきます。うまっ。白菜のみずみずしさがめっちゃ生きてる。水も非常に柔らかで、味が全体に混ぜ絡んでますね。あの部分は塩味をすごく感じやすいんで、味がかなり染みてますね。そしてここにですね、やっぱり僕はねラー油をちょっと食べる。これは味がガラッと変わります。さっきまですごくシンプルな味付け、ここにラー油あることによってもっと美味しい、酒に合うようになるんですね。これ白菜の炒めで一番まだこれだな。ということで達也、食べてもらおうじゃないの。いただきます。うん、うまっ。シャキシャキ、めっちゃうまいじゃん、うん、これなんだよね。もううまい。最初ね加熱なしでやっちゃうと、うんうん、シャキシャキというより、うんうん、ザクザクになっちゃうんだよね。最初に加熱しておくことによってちょうどいい火が入る。これ以上やっちゃうとデロデロで鍋の白菜になっちゃう。でも炒めたからシャッキリ感欲しいから、炒めの白菜ってあんま食べないかもしれないけど、これだとめちゃうまいじゃん。うん、うまい、うまい、最高。これと飯でいい。バクバクいける。なので皆さんも白菜美味しい時期もうそろそろ終わっちゃいますけども、この白菜炒めマジでと絶対美味しいので楽しみ。これがだから最後にさっと全部混ぜ合わせることによって、うん、一番こうだからプロがマジでやった温度調節して、芯まで茹でたかなみたいな感じになる。で中華とかだと白菜とか火が通りにくい芯の部分って最初に湯通しするのよ、うんうんうん、最初に湯がいてから炒めたりする。なるほど。でそれを電子レンジでやってるってこと。
ああ、なるほど。プロの手法と同じなんです。はいはいはい、あ、やってることはもうほぼ同じ。やってることはね、あの、すごっ、うまい。